こうなると次の段取りを早いとこ決めないとな。おお、やはり大安の日がいいの、モンダの式は。ん？俺の式？俺まだ結婚なんてしないぜ。いやーなあマリ。違いますよ兄貴、二代目総隊長の就任式も兼ねた別風隊の入隊式っすよ。ああ、そんなもんやってくれちゃうわけ。子犬ママリオ、なめんじゃないよ。むなしい、ガードルまでしっかりつけてるんだもんな。な、何者。うん、そっか、純白の下着ってことは意外と純情なんだ。黒人の好みだにゃん。自己紹介します、モンダモンの城小一、2年ダブってて18歳。お前ら恥ずかしいだろ、大の男が女の子一人に。こら、長パンは違うな。なぜ。かわいいお顔にキスでもついたら大変だろうが。フィニッシュ。モンの城がどんどん遠くへ行ってしまうような気がする。ナイシャツ。ああ、俺だ。何、隅川が間違えねえのか。わかった、あのクソガキが。ねえ兄貴、どこまで行く気っすか。もうすぐだ。ほら、看板が見えんだろ。あ、兄貴、まさか俺のケツ狙ってんじゃ。アホ、隣の看板だ。お一人様700円。はぁ、信じられねえ安さだ。へえ、今行くと無料サービス中だ。ただなんすか。ひょっとして潰れてんじゃないんですか、この店。ピンポーン。へえ、ここなら駐車スペースもたっぷりだし、飲み物や食い物持ち寄れば、つまりは無料ってこった。ほら、中結構ちゃんとしてんだろ。そうっすね。なんだ、あいつ。音は NSR の属仕様。しかし東堂さんも心配性だぜ。モンダと花岡隆二がつるんでりゃどんな相手が来たって。負けるわけはないからの。どっか心当たりはねえのかと言われましても。あんたほら、前に3人で行ったことのある。あが、あすかとっくに潰れてる。あ、かもしれねえ、モンの城の好きそうだと。ああ、鉄、案内しろ。ちょ、すみません。ほら、ちょっと待て。偉そうに近づいてくるんじゃねえぞ。特攻服を着てるところを見ると、地元の族ですかね。違うな。え？ずっとくっついてきてたんだ。このクソ野郎がてめえ。さあ見せろ。うわー、すげえ悪党面。何者だ？おめえ。北原組の住川ってチンケな野郎だ。北原の和系衆。ウーツナイフの住川だ。そいつはちょっと前までは氷売ってる時の切り込み隊長をやってた男っすよ。本日は北原親分のメンツを潰したてめえをやりに来た。ケース社製のブーツナイフか。なかなかまぶい獲物持ってんじゃん。兄貴も獲物使いますか。刺しちまったら年少へは俺が代理で行ってきますよ。聞いた風な口を叩くんじゃねえ。黙って見てろ。だ
けど兄貴、この炭川って野郎も結構腹くくってきてるみたいですから、こっちだって相手がマジだから言ったんだ。こいつは俺の喧嘩だ。わかりました、俺見物してます。よう、炭川とか言ったな。悪いことは言わねえ、やっぱしまえや。モンダの兄貴に向かってそんなもん振り回すと、てめえの男気に傷を残すぜ。け、笑わせんじゃねえや。ユージ、無駄口叩かねえで引っ込んでろって言ったろうが。はい。炭川、改めて聞くぜ。俺をやりに来たのは。マブに北原さんのメンツを守るためだな。俺はてめえを売り込むために親分の名を語るほど半端な男じゃねえ。どこ見て運転してんだ、こら。なんだ、だからクソ野郎。おお、北原さん。ああ、問題の居場所分かったか。てめえ、親父の決定に逆らう気か。ええ、おい。俺の直接の親分は会長じゃねえ。俺が親分と呼べるのはただ一人だ。今のベンツ、東堂さんのアームゲー現場だ。気に入ったぜ、炭川。さあ、この命くれてやる。刺すなり切るなり好きにしやがれ。あ、兄貴。どうした、遠慮しないでとっととやれよ。俺はこの場を一歩も動かねえから、心配しねえで早く刺せって。参ったね、あんたのクソ度胸には。勘弁してください、俺はまだまだ未熟者です。調子くれんなよ、照れるじゃん。調子くれてなんかいないっすよ。マブっすよ。男の中の男っすよ。ちょいと褒めすぎとは思うが、自分でもうなずける部分が確かにあるな。ある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 。兄貴。ダメじゃないっすか、モンダさん。油断大敵っすよ。気が済んだか、これで。北原親分の無念を晴らせたかって聞いてんだよ。なんだと。それじゃてめえ、わざと俺に刺されたってのか。てめえから進んでどてっぷらにやっぱぶち込ませたってのか。さっきから言ってんだろ、親分思いのおめえが気に入ったから、刺すなり切るなり好きにしろって。下手な芝居打たなくたって、鼻からお前のやっぱを避ける気なんぞなかったぜ。嘘だ、不可視だ、やっぱが怖くねえわけがねえ。まだわからねえのか。兄貴に向かってやっぱ振り回すと虚しい思いをするぞって言ってるだろうが。炭川、早くずらかった方がいいぞ。心配すんなって、札にも組にもチクったりしないからバックれちまえよ。エキゾーストが聞こえてくるぞ、マサキのタンコロの音。モンダさん、俺もっとも行け。兄貴の気持ちをこれ以上無駄にするんじゃねえよ。失礼します。忘れ物だ。証拠を残すようじゃ一丁前のプロとは言えねえぞ。なんてこった、借りを返しに行ったはずの俺が逆に借りを作っちまった。それもでっけえ借りをよ。よ、龍二、炭川はどうした？え？さっきから見えねえんだよ、何にも。死んじゃダメっすよ兄貴、生きててくださいよ。うわあ、ねえ、モンダのスバルだ。おい、
のタコが夜遊びばっかするんじゃねえよ。げ、リュウジ、おめえ無免許だったな。それがなんつか、医者より怖え。やばいことやってないですから、サチだけは勘弁してください。今わしに使う先だ。話は後でゆっくり聞く。ん？困るんだよな。後でゆっくり聞かれっとさ。どうしても話を聞きてって言うんなら、俺は手術を拒否する。バカな！一刻も早く手術をせんと命の保証はできんぞ。上等だよ。いらねえよこんなクソ命。リュウジ、行こうぜ。兄貴、ダメっすよ動いちゃ。さっきからどれだけ出血してると思ってんですか。君、マブだ。スミカーとの約束にマブで命を懸けてる。あのクソったらスバルがロータリーターボなんぞぶち込んでやがるから完全にちぎられちまってケツも舐められねえぜ。な、まさか、いた、花岡だ。坊ちゃん、てことはやっぱりムンダが。住川なんすね、坊ちゃん。関係ねえよ、住川なんて小僧。兄貴はバナナの皮を踏んづけて転んだだけだ。紹介します。新しいクラスメート、小犬間マリ君です。マリ、ちっとも良くないわ。今日転校しても大学なのよ。貴重な経験だにゃん。さてと、お次はどこの学校に入ろうかな。23校目。私はもう決めてあるんだ。万能城と同じとこ。リエー、手術が終わった。バカだ、まだ30分経っていない。いくらなんだって早すぎるぜ。そうか、すでに手遅れやだ。縁起でもねえこと抜かすんじゃねえ、クソ野郎。ごめんなさい。秋田の山奥から上京し、苦学を重ね外科医になり、早30年、私はついに奇跡を見た。どうしたんですか先生。何があったんすか。凶器の刃物は外腹斜筋の繊維の隙間を通り、まるで迷路のような小腸の間をくぐり抜けていた。3日も入院すれば大丈夫ですって。看護婦さん。はい。できれば俺、兄貴に付き添っていたいんですけど。構いませんよ、隣のベッドが空いてますからお休みください。すいません。それと、もう一つお願いが。はい？一緒に寝てくれませんか？隣に女がいないと眠れないんですよ、俺。たく！どうかしたんすかい、ぶっちゃん。世の中には、シャレのわかんねえ女もいるってことだよ。ぶっちゃんの冗談、きついっすから。北原。はい。手出すなよ。バナナの皮にすか。はい。とにかくモンダは生きてたんだし、ねえ皆さん、お祝いにパーッと行かしょ、パーッと。じゃあ、何にも言わず、住川って男を許してやってくれませんか。あんたはいいのかい、それで。もちろんすよ、俺も北原さんにはすまないと思ってたし、どてっぱらに一発食らって帰ってすっきりしましたよ。男だね、あんた。坊ちゃんのことを頼んだぜ。ええ、きっと立派な不良にしてみせますよ。声がでかいっすよ、兄貴。任せなさいよ。
第二代目総隊長か。おいさんも負けらんない。ねえ兄貴、久しぶりに特攻服を着るとなんかこうピッとして身が引き締まるっつうのかな、不思議なもんですよね。龍二、コーラ買ってきてくれ。え？コーラなら式場に行けばごっちゃりありますよ。いいから買ってこい。わかりました。龍二、お前先に式場行っててくれ。みんなにはちょっくら遅れるってな。ダメっすよ、もう時間が。けじめをつけなきゃならねえことがあるからよ。兄貴待ってくださいよ。けじめ？何？マブかよ花岡。マブっすよ、さもなきゃオートに乗ってきたりしないっすよ、こんな格好で。ったく何考えてんだ。そのけじめってのに何か心当たりはねえのか。それが全然。修行が足りんな、お前らも。先輩には分かるんすか。当たり目する目だろうが。男がどっかに老けちまった時はナオンのとこに決まってんだろうが。あのタコが。特攻服似合うよ。ああ、マサキたちがな、プレゼントだと。悪かったな、こんな夜中に呼び出して。いいの、気にしないで。それより何話って。俺は今日から烈風隊の二代目総隊長になる。だからもうお前のためには死ねない。烈風隊総勢47名、その若き弟子たちの命を預かる以上、もう助のためにこの五尺八寸の体を張るわけにはいかねえ。本部長。だからもうお前とは会わねえことにした。分かったか、マル。俺の言いたかったのはそれだけだ。待って本部長、頼るんじゃねえ。お前のために死ねる男を探すがいい。幸せにな、アバイ。バカ、一気に寂しい。ひどいわ、こんなの一方的すぎるわよ。死んでやる、モンダ。いいのか、あんなこと言っちまって。そうっすよ兄貴。後悔しても知らんぞ。大きなお世話だぜ。あ、兄貴、マブだぜ。姉さんマブで死ぬ気だ。龍二、おめえもまだ若いな。女なんてのはすぐに死ぬだの生きるだの言うもんなのさ、いちいち相手に。違うぜ、マブで飛び込む気だ。あ、あのバカ、泳がねえくせに。マリー、もしマブに惚れたら命かけるべきですか。当たり前だろバカ、男がナオンに命かけねえで何にかけんだよ。めめしくないっすかね。いつだって門の女のために死ねるよ。分かったよマリー、分かった。俺が悪かった、だから死ぬな。嬉しい。今度死しようね。うん。なんだあいつは。決まってんでしょ、門だ門の女、俺たちの総隊長さ。
アのオスでお迎えする。やめー、全員速やかに地上に入れ。もんだ。はい。濡れたままじゃ気持ちが悪いだろう。こいつに着替えてこい。俺の着ていた戦闘服が入ってる。あ、すると、あの純白の、昔先輩が着てカッポしていた戦闘服っすね。あ、これは。死ぬ！純白だった戦闘服も、出入りを繰り返すうちに、返り血やら自分の血やらで。体張った男たちの血で染まったんでしょう。戦闘服としては最高っすよ。よし、デッショ君、この度烈風隊を預かることになりました。モンダです。以後よろしく頼みます。よし。しかしモンダもビッグになったもんだぜ。今や烈風隊の総隊長だもんな。俺も烈風隊に入隊してやってみてよね。うわっ、リカも喜ぶだろうな。でも俺なんか入れてくんねえよな、どう考えても。だから、もうモンダの特攻服じゃねえかよ。特攻服素敵。2、3日借りちまおう。これより二代目総隊長とちぎりを固めます。ねえ、ん、まさかこれを一気飲みやれっつんじゃねえだろうな。烈風隊じゃそんな中学生のコンパみたいな真似はしねえ。右手の親指を出せ。え、こうか。うわー、こら、アリスんだよ、こら。もんだ、これも儀式のうちだ。黙って右手を大阪月の上に差し出せ。二代目総隊長の男の魂がおみきに溶けた。これを烈風隊全員で飲み干す。おーす、烈風隊統制部長白沢義一、いただきます。幹事長田村伝八、いただきます。特攻隊長正木慎二郎、いただきます。ちなみにこのおみきは正木佐賀店の寄付したものです。おっす、今後ともよろしく。おっす、新鋭部副長赤木義光、いただきます。統制部長補佐大野春樹、いただきます。幹事長補佐原美鶴、いただきます。特攻隊長補佐滝沢恭二、いただきます。会計監査松田徹、いただきます。全員終了しました。これをもちまして、モンダモンの城先輩の烈風隊入隊式および二代目襲名式を閉会。わかった。儀式はまだ終わっちゃいねえ。今度は俺が貴様たちの魂をもらう番だ。俺ははっきり言って酒は強くねえけどよ、飲んでやろうじゃねえか。たかが一生ぐらい貴様らの男気と一緒によ。さあ、この大阪月に貴様たちの魂を入れろ。どうします。まあ好きなようにやらせてやれ。モンダはモンダで命かけてるつもりなんだ。酒は弱いどころか一滴も飲めねえはずだからな。兄貴。予想通りだ。やべえ、やっぱりねえや。兄貴。
起きてくださいよ兄貴ってば。あれ俺の特攻服がさらわれた。バカ言ってんじゃねえ、ちゃんとあるじゃねえかよ。違うんすよ、二代目の特攻服っすよ。ほら、まさきさんたちがくれたやつ。するとマリと河原で会った時に着てた。そうっすよ、びしょ濡れになっちまったからってスバルのドアに干しといたでしょうが。やべ、きっと怒るぞあいつら。うん、おう、俺だ。早じまいして出てこいや。夜のドライブとしゃれてみようぜ。お待ちどうさま。あんた、どうしたのよ、その格好。どうもこうもねえ、見ての通りだ。もんだから頼まれてやむを得ず引き受けることにした。それじゃ誰がさらったか手がかりは全然ないってわけか。そうなんだよ、まさき。いや、まさきくん、恥ずかしながらめちゃんこ酔ってたからね。それでどうする気なんだ。もちろん探し出す。草の根かき分けてもな、龍二。おっす。しかし二代目襲名早々とんだドジをやってくれたもんだぜ。まったくだ、マッポが制服盗まれたようなもんだからの。あ、うまいこと言うな。あ、面白い。あ、今夜のあんた素敵だよ。すげえビッとしてさ、マブに惚れ直しちゃったよ。私付き合い始めた頃から思ってたんだ、この人は絶対偉くなるって。炊事洗濯からセックスのお相手、バイトの給料で学費の面倒まで。そっか、烈風隊の総隊長か。頑張ってよあんた、アパート帰ったらうんとサービスしちゃうからね。何のこって？分かってるくせに。何の音？賊だよ、地元の。なんか川崎のマッドキャッツだ。アーティスのプレジデント見たことあるか。いや、この近所じゃ見かけねえ車だ。するとタムとか銃刀だ。止まれこら。囲まれちまったわよ、あんたどうすんの。シールドで全然見えねえぜ。止まれっつってんだよ、聞こえねえのか。車止めてつらめせねえとよ、車もてめえもぐちゃぐちゃにすんぞ。ありゃてぇてぇてぇ、やめてくれ。怖いよあんた。勘弁だよ。てぇ、ビビってる場合じゃないでしょ。車止めて出しつけちゃいなよ。不可思なんだよ。あんた、おめえのこと喜ばそうと思ってよ、門段ところからかっぱらってきた特攻服着て不可思入れてたって。俺にはマッドキャッツ相手に面談切る時はねえよ。あんたは田島鉄じゃない。あくまでも門段門の城のふりをするんだ。いいね、リカ。この場を乗り切るには一か八か、それしか方法はないよ。分かって、役者してみる。怖いけど。あんた通りでこいブル。あたしら誰だと思ってんだ。泣く子も黙る烈風隊なんだよ。何？烈風隊だと？これでいいのだ。烈風隊二代目総隊長門田門之丞、ぶっ殺されてやろう。かかってこいや。いやあ、やったんだ。マッドキャッツのやつら一発でビビってやんの。車の修理台置いてよ、ベコベコして逃げていけやんの。気分最高だぜ、クソったれ。
いいか、決めたぜ。俺はどんなことしてでも烈風隊に入る。もう真剣な触れ合って、お世話だ。これからすぐ門段所行ってよ。特攻区返して詫び入れて土下座して頼む。走りでも何でもいいから烈風隊に入れてくれって。足の裏舐めたら入れてやるっつったらよ、ペロペロ舐めてよ、犬のクソ食えっつったらバクバク食ってよ、何が何でも入隊して男を磨いてよ、お前の16歳の誕生日に両親に会って言ってやる。リカさんをください、きっと幸せにしますって。あんた、今までは自信がなくて面も合わせられなかった。辛い思いをさせたな。さっきのやつらかしら。いや違う、なんせこの辺はいろんな族の巣だからよ。まあ誰が来ても眼中ねえけどな。この特攻服着ている限り、さてとは。ちょっくら挨拶してくるか。とてもさっきまで泣き入れてた男とは思えない。烈風隊の問題だ。なんか文句あんのかこら。でもっと手帳ハットに3点セット。とうとうリキアからもらったグラサン、ロバート・デ・ニーロのカッポネに憧れてハマキ、アメ役の特売1万7800円のモギト。わかりゃいいんだよ、わかりゃ。気持ちいい。おい、もう少し楽しんでから帰ろうか。片っ端から賊止めて不可思議を入れまくってやる。知らそうだが。あ、先輩っすか。俺です、マッドキャッツの広瀬です。おっす、実はちょっとお聞きしたいことが。何？門田門の城？どんな男だって言ったって普通のごくありふれた面だ。俺のこと。なんだと？二代目の特攻服を着たマンジカットの男だと？あ、姉？違う、そいつは門田じゃない。鉄ってチンケだ。あのバカ。止まれ烈風隊の鉄。じゃねえ、モンダだ。鉄のやつ、海岸道路を東へと流してるらしい。東へ？どっかで待ち受けて袋にしますか。やつが犯人と分かった以上、きっちりけじめ取らにはいかんぜ。お前と鉄とは付き合いが古いかもしれんが、この際隊の統制のため市場は捨てろよ。わってる。俺がこの手でボコンボコンに焼き入れてやるよ。半端野郎が。行くぞ龍二。おっす。鉄をひっ捕まえに行くんすね。ああ、早く乗れ。おっす。兄貴、何向きになって飛ばしてんすか。すげえ勢いです飛んでったぜ。当然だ。え、鉄の命がかかってんからよ。何なんだと。お気をつけて、楽しいドライブをどうぞ。どうだ、大したもんだろ、烈風隊の神通力。みんなペコペコだぜ。ハンター、もう帰ろうよ。私なんだか怖くって。よし、帰ろう。うん。あと2、3回楽しんだ。お、族の溜まり場のスナックか。こいつはいいや。ちょうど喉が渇いてたんだ、俺。海岸道路を東へ走るとデックが済んだよ。喫下連合によ。マブスか、兄貴。あの超高発狂枠で有名なデイリア軍団の。それやばいっすね。情報通の鉄のことだ。避けて通ったかもしれん。烈風隊のモンダだ。てめえらのおごりでコーラ飲んでやるから持ってきやがれ。コーラ。あれ、烈風隊だと。なんだそりゃ。なんだって言ったって。どうも。コーラが欲しいって言った。あれ、東京右でしょうかね、これ。くれてやんぜ。あんた。そ
女無茶っすよ。すぐそこまで電車が来てますよ。だがじゃ往生際が悪いぞ。ジトレーすいません。しー逆は当てながら立て直しまったい。なはははは、人呼んで根性ドリフト。損害はスペアタイヤとエンジンフード、リアバンパー。我が愛車ロータリーターボスバル、走行に影響なし。ま、前見て前を。腹くくっとけよリュウジ、まだまだかっ飛ばすぞ。おーす。烈風隊のもんだとか言ったな。スケは表へ出しとけ。吉家もこの店も女人禁制だ。はい、わかりました。車でも当ててくれ。でもあんた、ここはなんとかうまくやっからよ。グズグズしてんじゃねえ。女人禁制だって言ってんだろうが。リュロッ。くすったか。ああ怖っ。兄貴、これじゃ命がいく。そんなに気になるんですかい、鉄って野郎が。わかるんだよ、特攻服かっぱらったやつの気持ちが。入りたかったんだよ、烈風隊によ。今でこそしょんべんくせえすけと同棲して半端やっとくけど、ちょいと前までは一発の悪やってたし、俺は信じてやりて。やつの心の片隅にほんの少しでも男気が残ってるってことを。誰が寝ろって言ったんだよ、おら。勘弁してください、もう体が動かないっす。体が動かない。マスター、スピリタスあるか。ギョーッ。あきゃ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 。よう、動かねえはずじゃなかったのか、体が。人間の限界ってないっすね。ああ勉強になりやした。ざけじゃねえ、てめえそれでも賊の頭が。烈風隊の二代目がって言ってんだ。烈風隊ってのは超硬派で売ってるんじゃねえのかよ。空きばっか入れてねえでビッとしろよビッと。違うんですよ、俺は烈風隊の二代目なんかじゃないんですよ。どうやら悪い方の予感が的中していたようだな。そうっすね。門田さん、うちの人、うちの人を助けて、お願い。リカとか言ったな。いつまで鉄に紐をやらすとっきだ。紐だなんて、そんな、私はそういうつもりじゃ。そういうつもりもこういうつもりもよ。鉄はおめえと付き合うようになって男が腐ってきたってのは事実だぜ。門田さん。同棲している助にいい格好を見せたくて、特攻服かっぱらってよ。ふかしの通用しねえ相手にとっ捕まって焼き入れられて。二十歳の男のやることじゃねえだろ。おめえが鉄を甘やかしてっからよ、こういうことになるんだよ。勝手にバカやって人にケツ持ってもらおうなんて考えんなよ。俺はただ特攻服を取り返しに来ただけだ。ったく半端野郎が。ただひたすら袋にされておしまいとは情けねえぜ。顔が完全にアサシをしてる。なんだと？てめえが本物のモンダだと？出入りできたんじゃねえぞ、リュウジ。やっぱしまっとけ。俺はただなしつけに来ただけだ。おっす。やっぱだなしだって上等こいてんじゃねえよ。よ。なしってのは頭同士でつけるもんだぜ。何？引っ込んだろってんだよ、てめえみたいな雑魚はよ。なんだとこの。もういい、あとは俺に任せろ。総長。さてどうやってなしをつけん気だ。条件を言ってみろ。金か縁故か。条件なんぞねえよ。俺はそこに転がってる鉄って野郎を連れて帰る。お前ら黙って見てる、それだけだ。いい度胸してんじゃねえか。そこまでうちにおちょくり入れんとはよ。別に、ただおめえ個人にさ喧嘩売った。
なんてこと。兄貴、そこまでやっちまったら無事じゃ帰れないっすよ。分かってるって龍二。この店に入った時からてめえの玉なんぞ捨ててるって。龍二、おっす。一緒に死ぬって言うんでしょ。とっくにその気で腹くくってますよ。バーカ、その反対だ。え、おとなしく見物してろって言ったんだよ。いつまでも調子くれてんじゃねえ。これでお前には2発の借りだな。上等ふざけ、何発でも貸してやるぜ。あんまり借りると返すのが嫌になるからよ。てっちゃん、兄貴が見えるかい。兄貴、あんたのために。最近のてっちゃんがあんまりだらしねえからよ。本当の鉄はあんなじゃねえって。なんかきっかけさえつかめばもっとピッとするって。だからああやって見せてんだ。体張って見せてんだぜ、男をよ。どうするこのタコ。円弧、いや腕の一本二本いいんじゃねえか。置いてってもらう。腕か、そいつはいいや。くっ、甘すぎるぜ。こういうガキはやっちまえばいいんだよ。下手すると戦争だな。うちも吉家も筋金入りの超硬派。一度始まりゃ最後の一人が死ぬまで決着はつかねえ。どうした白沢、お前らしくもない、ビビってんのか。け、起きやがれ。ただ思い出しちまったんだよ、一週間前に岩倉が帰ってきてるってことを。なんだと。岩倉ってあの吉家を作った男、つまり吉家連合初代総長岩倉武だ。兄貴、門田さん。運が悪かったな坊主。俺がいる時に勝ち込みかけてくるとはよ。俺このために来たんすよ。こうやって焼き入れてもらうために。なんだと。もう一遍言ってろ。何遍でも言いますよ、焼き入れてもらいに来たんすよ俺。おしゃくってんじゃねえ。初めてだぜ、俺の木刀を3発食らっても立ってる男は。多めに預かってどうも。それよりもっとくださいよ、焼き。くそったれな、焼き入れろっつんならお望み通りたっぷりぶち込んでやろうじゃねえか。龍二さん、モダさん殺されるよ。マブに殺されちまうよ。兄貴にとっちゃ自分で選んだけじめだ。たとえやられちまっても本望なのさ。でも死んじゃったら何もなんないじゃないか。男はな、体で生きてるんじゃねえ。男はな、心で生きてるんだ。だが兄貴にもしものことがあった時は覚悟しとけよ。覚悟決まってんだろうが。俺も死ぬ気で奴らの中に突っ込んだ。その前に鉄山を刺す。龍二さん、あの世で兄貴に直接詫びを入れてもらわねえとよ、俺の気が済まねえ。とどめだ我が子。うなしい。ガードルまでしっかりつけてるんだもんな。純白の下着ってことは純情なんだ。門の上、私このぐらいの役者甘いんじゃないっすか。俺は吉家の幹部二人に手出した男っすよ。わがぞ。貴様、ただ単にテストが言うクソ野郎を助けに来たわけじゃねえんだろ。何が目的で菊花の島へ乗り込んできた。だからさっきから言ってるでしょ、焼きが欲しかったんですよ、自分自身に焼きが。どうしたんすか。俺まだ生きてますよ。岩倉さんでしょ、光栄っすよ。族の憧れの人っすからね。
死んでも岩倉さんに焼き入れられてなら閻魔さんに自慢できますよ。もんだ。ハンター。てっちゃん。ごめんよ。すまなかったな。この特攻服がおめえの玉張るほどのもんだなんて知らなかったんだ。勘弁してくれ。あら。知らなかっただ。ふざけた口くれてんじゃねえ。勘弁してくれよ。俺だってこんなに焼きもらってるんだから。いる男台無し。それで済むと思ってんのか。クソ野郎か。前も後ろ向いて。さあ立て。この拳が砕けるまで焼きぶち込んでやる。これを使い。そんなチンケな野郎のために拳を痛めることはねえ。なかなか男気のある若造の血を吸った勃拳だ。そしてたっぷりと入れてやりゃ御利益があるぞ。岩倉さん、おせっかいな人。おーし、終わり。あんた特攻服はここにちゃんとありますよ。そうか。岩倉さん、ヤキ、ありがとうございました。おーし、もんだもんの嬢、ただいまより失神させてもらいます。呆れた野郎だ。相手は聞かれんごうだ。腹くくっていけよ。あっ、立派でしたよ兄貴は。烈風隊の名誉も特攻服も、そして兄貴自身の男もきっちりと守りましたよ。マリに会わせてくれ。マリに会って一言言っとかねえとよ。俺の後を追って死ぬに決まってっから、おめえは生きろマリって言ってやりたいんだ。すいません、こんな夜中に呼び出したりして。いいのよ、それよりモンの嬢は。なんすかその格好。着替える暇がなかったのよ。いつもそんなので寝てんすか。あんたに関係ないでしょ。マリー、会いたかったぜ。モンナちゃん。二人だけにしてやるか。そうっすね。つまりお前にもちょっとは責任があんだぜ。ちょっとじゃないわ。私が川に飛び込んだりしたけりゃこんなことに。うん、わかりゃいいんだよ。わかりゃ。責任取って今この場で死やらせろ。いやよ。いいじゃないかよ、減るもんじゃなし。俺の子うめえ。絶対にやん、こんなとこじゃ。何がお前は生きてろって言ってやりてえんだよ。はめられましたね、完全に。
優しさも